どうしよっかな。どういう風に上手い人を呼べばいいだろう。ペンタブを絶対持っています。スケブかピクシブに投稿しております。スケブやってるかもしくはピクシブに投稿してます。で、条件満たしてたら入ってていいよ。ありがとうございます。いきます。帰った。あー、くそ。アニメーション。どうしようかな。こうなってて、これレバーがついてます。で、これをガチャンってやろうとしていると。で、ここが、ここはね、こう、見えないですね。これはカーテンなんですね。あ、これ灰色にしたの店だったな。で、ここに、こう、シルエットがあるわけだ。これ、さあ、ガチャンってしようかな。さあ、ちょっと次の、どういう絵描くんだ。想像もつかないな。いや、想像つかないな、これ。いや、ちょっとこれどういう、これ想像つかないな、次どんな絵来るのか。いや、どうなっちゃうんだろうな、この後な。果たして。ちょっとわかんない。俺、あんまりしたことなかったんだけど。え、なにこれ、マジでわかんない。なにこれ。これ、口が迫ってきてるようにする？これ、顔、目。何がなんだかマジでわかんないもんな、これな。レベルが高すぎるだろ。なんか変にレベルが高い。意味がわかんない。いや、口も飛んでくるけど、ピンクのパンティも飛んでくるでしょ、普通。ピンクはいろいろこう合体して何かになるでしょ。もう、ウィンクさすとこ。誰だかわかんないけど。彼女の子にしよう、こいつを。誰だかわかんないから。女の子にしよう、もう。彼だろ？きっと。なんか食ってるけど。これが自由なのかもしんないよな、でも。だってこれ何なのか全然わかんない。このまま顔描いても多分進まないぞ。動きをつけてあげないとな。いや、何も、もうなんかもう全然一致の女の子成分がなくて、思ってたのと違うんだけど。思ってたのと違う。スケブだったのに。動くスケブ、しかも動画だぞ。みんなエロエロダンスを踊ると思ってたのに。お、これは、これでもしか、これ終わった後じゃない？これどうしよう。終わった後じゃない？すごくね、はーって打って、美しいこの曲線を怪我したくない。これをちょっとさ、だってこれ、俺さ、なんかさ、なんか、縁の下の力持ちみたいなことするしかないじゃん、こんなの。こう、はーってやって、これ、この波動砲を小さくするしかなくない？俺は。1コマで動きを大事にしてるからね。次に委ねるか。次に委ねよう。俺にできるのはなるべく水着の面積を小さくすることぐらいかな。ちょっとこれ次に委ねよう。これはちょっとこれ次に委ねよう。ちょっと次に委ねよう。無理だ。なにこれ、お前難しい。ヘリポートになんか降りようとしてる。無茶ぶりだよ。クソむずいの来ちゃった。これはえぐいぜ。これえぐい、これえぐい。助けてくれ。じゃ少し前に進ませるか、せめて。やばい、これマジで、これ、最高難易度かもしれん。ほら、ちょっと近づいたよ。ほら、ちょっと角度が変わってるよ。まあ、最低限書いた。これわかるよね。うまいやつとやるとマジで身動き取れなくなるな。ただ完成を楽しみにやるしかない。これ死んでるってこと？あ、これ29だから次が落ちか。これ心肺停止状態。なんかもうすべて終わってるな、ここで。やっと来たよ、この時は。長かった。こっからがさらに長え。このアニメを見るために俺はやってたからな。ずっとやってたら小指が痛え、骨折した。行くぞ。まず俺。ですね、明らかにカーテンで仕切られた中で、女の子が、裸の女の子だな、おそらく、が、の影が見えますね。それを、俺は開けようとしている。さあ、どうなるか。ガシャン、お、いいね。お普通にいいよ。あ、ちょ、中にアップされていき、
ちょっと動かない、これ、このアニメ、これ。しかもなんか味噌かけようとしてる。あ、いいっすね、いいっすね。お、味噌かけようとしていて、あ、スクール水着になった。はい、スクール水着だから大丈夫と。最高か？え、大丈夫じゃないの？いや、冷たい。お、いいぞ。で、怒って、もう何すんだよってなって。お、なんだ、張り手をするのか、なんだこれは。わーっと絡んできた。おーっと、これファインプレイ。ホースが絡んだ。何よ、このホースも。うーく、おっと、口開いてきた。ファインプレイ。ひー、何よ、これ。どうなってるよ。おっと、手を縛られた。完全に拘束されたさ。拘束されて、口開いて、あ、どうだ、ちょっと待って、触手になってきちゃった。触手になってきちゃった。おっと、どんどん、やめ、ちょっと体内に入っていって、ちょっとやめる、えぐい。おっと、これ、キュウリが飛んできた。なぜかキュウリが勝ってきた。キュウリをあげようとしてる。キュウリ、餌の時間だ。じゃあ、ちょっと、裸になってるって。完全に、触手でぐるんぐるになってるんだけど。で、キュウリを投げたのに消えちゃった。ちょ、やばい、ちょ、まずいぞ、さすがに。なんでこれ。おっと、なんか、ちょっと待って。ちょ、見せますね、はい。これ大丈夫。エビフライを揚げてるだけなんで、ただ。エビフライを食べさせてあげてる。エビフライどうぞと。うん、エビフライ美味しい。エビフライ美味しいな。エビフライ美味しいわ。エビフライチュー、エビフライにチューしている。すげえ動いてる、ちゃんと。すげえ。いや、これそんなでもないだろ、これだって別に。これは別にセーフでしょ。はい、次。お、スイカ割りしようとしてるね。スイカ割りをしよう。振りかぶって。振りかぶって、さらに振りかぶり。振り下ろすか？ふん。空振ったか？空振った。もう一回だ！おらー！ドーン！真っ二つに割れました。ん？うまいな。地面にもこうひびが入る。ドド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 。バキーン。うわ、地面が真っ二つだ。すぐ世界真っ二つになるんだ。でも中に何かいそうで、このパターン多すぎるだろ。地球真っ二つで中ないか。まあ、辛そうだよな。ん？閉じた、また。と思ったけど閉じました。でもまた開く。この水が流れてくる表現いいな。お、出てきた。やっぱり出てくるわ。やっぱ出てきて。お、なんかいたね。なんかいたね。ああ、なるほどね。これはでも地球から出てきたって気づかねえだろうな。お、で、心臓がドクンドクンいって。何これ何が入ってんのこれ。何わかんねえ。頑張れ俺の心臓。うわぁ、助けて。助けてくれって。う、ダメだ。し、チーン。完全に死んだ。地球から生まれてきたんだ、そこに。この時、うりゃ、ボーンって言ったらいきなり死んだ。心臓が死んだ。いいね。ちゃんとなってる。面白いね。いいね。すごいな。いっぱいでやるともういろんな思考が混じってボーボーみたいになるね、マジで。テレサだぜ。テレサがキノコを食おうとしているよ。ベロン。テレサもキノコを食うんだな。ベロン、ごく、キノコうめえ。
キノコ美味しい。キノコってこんな美味しいんだな。うっ、やばい。あ、キノコ、あ、お腹痛い。毒キノコだったか、くっそ。うわ、やばい、お腹痛いよ。お腹ボコボコしてきた。あ、うん、爆発した。ボーン。どうか。黙々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 唇と女性の下着が飛んできて、そしてそしてそして、うわ、唇、え、そこかい、謎生物謎生物が完成する。おお、なんか羽が飛んでったぞ、羽が飛んでいって、うわ、タレが飛ん、なんか恥ずかしい恥ずかしい、うなんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。よくわからない。苦しい、苦しいわ。苦しいわ。ちぎれるパンツが縮んでいってる。うわぁ。ちぎれる。うおー、やばい。何これ、どうなってんの。形がだんだんやばい。形がだんだんやばいなってきた。すっきりした。意味がわからないもん。お、蚊がいる。お、蚊となんか眼力、なんかもう、睨み合ってる。メンチ切ってる蚊に。蚊が鼻に止まったよ。なんなんだ、こいつは。こいつはなんなんだ。よくわかんねえ。今までで一番謎かもな。M石さん、空から女の子が、空から女の子が、空から女の子を抱き止める。あ、空から女の子なかなか落ちてくれないな。あ、女の子、いくらうまいな、マジで。このシーンパズーすごいよな。落っこちないの。おそらく、あ、なんか女の子どっか行っちゃったよ。空から女の子が横にスライドしていっちゃって、あ、やっぱり大きい、やっぱり来た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 、来たよ来たよ来たよ。あ、落ちちゃったよ。やべやべ、ちょっと位置がずれたから今。位置がずれたせいでキャッチになったわ。あ、落ちちゃい、あ、登ってったわ。上がってったわ、空から女の子が。空が女の子、俺空が降りて、あ、落ちてきた、落ちてきた、落ちてきた。空が女の子が降りてきた。降りてきたよ。おそらく女の子、ちょっと、あ、空から女の子が、おい、ちょっと、落ちちゃった。空から女の子が、空から俺が、あー、パズル帽子が。あ、でもパラシュートがあってよかったぜ。空が女の子もキャッチできたぜ。パラシュートがあってよかったな。飛行石いらないじゃん、パラシュートだったら。パラシュートがあるから飛行石いらないぜ。すごい、なんか随分上空へまで浮き上がった。これ飛行石のせいで浮き上がったんだな。パラシュートを持ってるプラ、そう、いつまでもずっと空にいるな、俺たち。なんかすごい現代に来たぜ、俺たち。現代の都会に来たぜ、窓に入るぜ。ビルの上空から、あ、ガシャーンってガラス割って入ってて、女の子がどっか行ったぜ。今年落としちゃった女の子。いや、落っこちちゃったな。いや、なんか出たり入ったりだな。どっか着陸したいな。降りたいな。あそこに降りよう。おし、あそこに降りよう。もう、降りるぞ。降りたー。降りた、やったー。エンド。女の子は、ね、降りたり登ったりしてる。降りて登って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 降りて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 キャッチしてどっか行って落としてどっか落としても飛行石があるから大丈夫だろ。最悪どっか行っちゃったけど別の物語になるな。プレゼントあげる。やったー。あ、なんかブルブルしてるこれ。え、何それ。猫なの。うわぁ、猫だ。猫をプレゼント箱に入れるなよ、お前。うわぁ。いいざまね。いいざまね。な、どういうことだ、これ。猫か、これ、わかるか。うわぁ、猫がカウンターしてきた。猫じゃない、これ、なんか、でけえ骨だ。でけえ骨だったわ。お、でかい骨にめっちゃぶっ飛ばされる。ここまで行くとよくわからなくなるな。なんか地下から生まれてくる。地下からなんか、あ、いいね。
可愛いバニーちゃんが生まれてきて、あ、いい、あ、いいっすね。いいっすね。バニーちゃんが上がってきて、いつまでも上がり続けている。受け入れ。何かを見るバニーちゃん。いいっすね。あ、素晴らしいっすね。何かを見てる。いや、俺だ。軍師稔だ。きっと軍師稔、なんだ？え、何する？な、ちょ、よ、な、なんだそれ、何する？やべ、やべ、なんか溜めてる、なんかカメハメ、カメハメ、はぁ、うわぁ。消し飛んだ。目からビーム持ってくる。父から持ってくる。あ、なんか裸になった、やべ。ロトの当たりで弾くぜ。イエーイ、ロトの盾で弾いた。俺は消しとんだけど。俺は消しとんだけど、こいつ誰だよ。これすげえちゃんと動いてんな。カメムヤすごくない？カメムヤの動き。カメムヤの動きよくない？これすげえいいな。これなんか次ぐらいにやったらなんかちょっとこのアニメーションがどういう風なのか勉強できてるから良くなりそうじゃない？もっと。おい、マジで誓ってくる、誓ってくる、誓ってくるよ。お、すごい、めっちゃ誓ってくる、めっちゃ誓ってくる。ぶつかるでも近寄り切って、うおうおなかなかタメが長いな、この辺。うわ、スーパーサイヤ人に覚醒しただと。スーパーサイヤミノルだ。俺はスーパーサイヤミノルだ。いけ、モンスターボールって、お前、スーパーサイヤ人になったのに。スーパーサイヤ人になったのにモンスターになるのか。カブトムシだぜ。これはモンスターボールじゃない、カブトムシだ。うまい。クワガタムシだ、クワガタムシうまい。べき。うぅ、クワガタおいしい？みんなもクワガタ食おうな。クワガタ、あ、クワガタ、あ、なんかクワガタ、あ、クワガタ、あ、なるほど、そういうことか。これ俺が、なんか美少女、俺がちょっと美少女っぽくしちゃった。クワガタムシじゃないのよ、これなんか、うん。これチョコレートが何かよ、これは。俺は可愛いだろ？ほら、ちくわうめえ。ちくわが美味しい。ほら、俺、ひよしわがし。ねえねえ。ひよしだ、ね、猫に駆除される。猫駆除されたぜ。うおー、猫親子に駆除された。うおー、猫が飛んできた。猫と合体、ひよしが合体して、軍師稔になっちゃったぜ。俺、軍師稔猫。なんかカロリーメイト、カロリーメイトだ。カロリーメイトを食うぜ。あんまカロリーメイト好きじゃねえんだよな、あんまり。カロリーメイト好きじゃねえんだよな。カロリーメイト好きだぜ。イエーイ。カロリーメイト美味しい。なんでモンスターボールがさ、モンスターボールがいきなりクワガタになるんだよ。誰だ、モンスターボールクワガタにしたやつ。おい、むしなんでモンスターボールがクワガタになる。あ、これ、もうすぐクワガタに見えたのかな？親指が触覚に見えた。うん！しかもこれクワで食うんだよ、クワガタを。なんでクワガタ食わしたんだよ。あ、終わっちゃった。長い戦いだったな。面白いだったな。今日、この自負全部ツイッターに投稿するか30個あるぞ。石原さん、ありがとうございました。疲れた。ありがとうございました。またなー。